よーし取っていこうかな。はい。いらっしゃい。こんな、こんな夜遅くに。はい。こんにちは。ゴーミンさんいらっしゃい。いやー、この時間にやれば <laughs>、静かな、静かなツイキャツができるかなうん。島崎さん、よっさんさん、のりたまさん、ポンタさん、アクアさん、マーケさん、えー、佐藤さん、マ、ま、ルさん。 モッチ大佐さん、ノリさん、マーコットさん、えー、バカバッカさん、カツオちゃんさんいらっしゃい、ジュンさんいらっしゃい。いやー、今まで寝てましたよね <laughs>。シャワー浴びて、ちょっとご飯食べたらもう、いつの間にか寝てたよね。うん。なんかね、ニコ生とか見よったらさ、もうみんな、モンハンばっかやん、マジで。 いやー、ずっとハンしてましたいや、羨ましいんだけど。うん、今は眠くないんですか今眠いですね。今眠いけど、なんかジュース買ってきて、それを飲んでね、起きようとしてます。いや、みんな、えなにりょうごさんもハンしてるえ <laughs> うん、おはようございます。うん。<laughs> ガチオツです。ちょ、自分も、 自分ちょうどバイト終わりです。ああ、ガチオツです。まさひろさん、ガチオツ。モンハン放置です。な <laughs> ん<何>で <laughs> 自分もですって。うん、いいなーいや、みんなモンハンやってんのえちなみに、今、モンハンやってますって言人どんぐらいいるんですか <laughs> 自分もですってね。こんばんは、モンハンなん。いや、羨ましい。高かひろさんいらっしゃい。こんばんは、生さんいらっしゃい。通知よっ 通知で起きました。<laughs> なんか申し訳ないな、うん。今起きました。佐藤さんいらっしゃい。ひとっかり行こうぜ、笑ほんとやね。ハンの応急薬飲んだ後のアクション、いらんと思う。<laughs> どんなアクションやったっけ <laughs> なんか元気になったぞ、みたいな。うん、え結構おるな。バイト終わりで友達の家でご飯食べてます。<laughs> いいっすね。 うらやましいですわ。もう僕はもういつも一人、孤高のガチもですから。うん。ガチをツ,ツイッターのリプありがとうございます。僕のこと知ってますん誰やろ河野さん誰だろうな。どんな、どんなリップしたっけ僕。えわからん。 わからない。申し訳ない。<laughs> 僕はスプリンターセルやってました。ああ、いいね。友達が4人でモンハンやったね <laughs> チュートリアルみたいなのが長かった。なんかね、ちょっと変わってましたよね。なんか新しい武器とかも出て、羨ましいなーって思いながら見てましたけども。まあ、結局はね、というか、僕モンハンをさ、 最後までクリアしたことがないっていうね。僕夏もそうやけど。まあ、やってたんやけど、最後までクリアこ、クリアしたことないゲームってたくさんありますよね。石子さん、佐久間さん、こんばんはです。新モンスターがキモい。<laughs> そうなん。うん。ね最後までクリアしたことないよね。だから、ンハンガチ勢とかさ、何百時間、何千時間でやる人おるけどさ、 いや、あそこまでできる人がすごいなって思って。あと何やったっけバキ装備とか言うんやったっけあの裸でさ。裸と武器だけで行くみたいなね。トドさんいらっしゃい。セカンド自由は頑張ってた。あー、そこら辺はなんか面白かったよね。なんか難易度とかもね。モンハン飽きる。あのね <laughs>。 友達とやらんと確かに飽きるかもしれん。一人でずっとやるのはね。うん。うきちさんいらっしゃい。こんばんは。えー、モンハンインターネット繋げないっすよ。混みすぎて。あ、そうなんや。ええー。まあ、初日やからね。うん。VO2 とかくらいですよ。最後まで行ったの。ブレマスとか。ああ、わかるわ。こんばんは、こんな時間に竹塩さんいらっしゃい。サードずっとやってました。あ、サードもね、なかなか。 なんか和みたいな感じでしたよね。セカンド G はバグでやった <laughs>。は <laughs> おいはーいうん。僕600時間でした。でもデータ消えた。なぬ。ラスアスありがとうございますってコメントしました。ガチモさんのラスアスは僕の応急役です。あはは。ありがとうございます。な、なるほど。なるほど。えー、石子はマリコと、マリコ、石子。 これ石子はしごみたいな発言で、発音ではないですね <laughs>。石子ね。石子。はい。な、なんなん、その、自分なりの、自分なりにあるんですね、その、石子だよってい,い石子っていうのがちょっと、初めて聞くから、あの、前々からね、ツイキャスには来てくれるけど、 うん、またキャスやってましたね。もうこれは30分で終わるけどね。うん、お腹いっぱいです。羨ましいです。いやもう、この時間からなんかがっつりご飯食べたい。マックでもいいから行こうかなって思うぐらいですよ。ホラーゲーム実況とかしないんですか今ね、結構たくさんのゲーム実況してるので。 とりあえず今はいいかなーっていう感じですね。まあ、プレステ4になったらアウトラスト出るから、まあ、それまで待とうかなと思って。まあ、あれは今ね、スチームで勝ってもいいんやけど、まあ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 。<laughs> ま,あま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 あっていう感じですよ <laughs>。あ、ね、本当に一人でね、ホラーゲームやるのがすごい苦手ねホラー映画とか見るのも。うん。 だから基本的にホラー系はね、あんまりやりたくないっていうのが、実のところですね。今、FF エオルゼアやってるんですけど、最後まで行きたいですね。あれ最後まで行くって結構、俳人レベルに頑張らないかんのやないの。なんかパーティーとかさ、しっかり組んでいかんと、なんかもらえんアイテムとかもあるって聞いて、あれ大変そうやね。ラーメン食いてーってね、食べましょう。 何ラーメンが好きですか僕はね、塩。塩と豚骨。ラスアスアス買うかもしれないけど遅いかな。いやーどうやろうね。全く遅くはないと思うけどね。うん。まだ、DLC とかも出るらしいし。まだまだ遊べると思いますよ。ところでスプリンターする難しすぎじゃないですかもう何回死んだことか <laughs>。やから言ったやん もうね、僕がなんであんだけツイッターでむずいむずい言ったのが分かったでしょうん。あれほんとイージーでいいかもしれんっていうね。最近 FPS よりも TPS が好きになってしまった。まあね、どっちもど、面白いところがあるよね。うん。まあちょっとね、ラッサースのクオリティが高すぎたっていう感じですかね。うん。それでちょっと TPS が面白いかなって思う人が。 多いいかもしれないオールでゲームやります <laughs>、まあ明日も休みですからね、うん、ガチさん名前呼ぶようにしたみたいなので名前書い,書いておきましたのですあなるほどね,、うん、ねそんなにえ僕が読むことによってそれが YouTube に上がるのがそんなに嬉しいんですかね皆さんいやよくね名前読んでもらって嬉しいですっていう方がいるんですけども バイトでまかない食べて、焼きそば食べて、アイス食べて、あんころ餅食べました <laughs>。絶対どん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 ね、太っていくんじゃないんですかね。うん。ゲーム実況の何々さんと仲いいんですよね。比べでやったりしてますいやー、最近はやってないですね。うん、あとね、あのー、このツイキャスとかは録画してるから、基本的に他の実況者さんの名前はね、 出さないようにしております申し訳ない。うん、ガチーモさんのラッサス動画見てから、ラッサスが欲しくなりました、うん。いや、これはね、ほんと今季一番おすすめと言っても過言じゃないのがラッサスですよ。本当にね。買ったらチーモさんやろ。<laughs> いやいやいや、いつかね、戦場で会いましょうよ。うん、ガチオツです、ガチオツ。ワッシーさんいらっしゃい。俺、味噌ラーメン。またまた。 味噌とか、味噌が好きな人ってあんまりいなくない <laughs> 味噌ラーメン好きっていう人。こんばんは、ガイアプレイヤー2さんいらっしゃい。FF はやばいですよ。夜の8時まで寝て、そこから朝の7時までずっとやって学校に行ってます。それはやばいな。<laughs> こんな時間に珍しい。はい。たつきさんいらっしゃい。こんばんは。 ガチイモさんのツイキャスの通知で起きてしまった。いや、みんなそうやん。どんだけなんか音が出るようにしてんの。ラスアス本当に、本当心にグッときた。あのストーリーやばかったよね。うん。いや、ストーリーね、なんか怖くてやってないですとか、あの、難しくてやめましたっていう人にはね、ぜひ頑張って最後まで言ってほしいんだけど。 これはね、もう僕強く言いたい、皆さんに。うん。味噌ラーメン1話 <laughs>。どんだけ押すの <laughs> 明日5時起きですわって、もう、早寝な。あと2時間ぐらいしかないんじゃないですか。こんばんは。初生ライブよろしくです。はい。えー、さやね髪お押しさいらっしゃい。うん。ステルスゲーム大好きなので、全然いけるって思ってた自分がバカみたいです。ははは ラスアスガチーモさんの見て買いましたよ。ほんといや、あれはね、ほんと、うん。後悔しないと思う。うん、みんなね。うん。ガチーモさんの声聞きながら宿題しとる。はは。想像できるわ、この時間に。ちょっと焦りながら、みたいなね。ドスジャゲを4人で倒してきました <laughs> まだ最初の最初やん、それ。読んでもラスアスは出るのかなうーん、どうなんやろうね。 ラスアス、めちゃめちゃ売れたから、次回作が出てもおかしくないかなとは思うけどね。でもあそこまでのさ、ストーリーとゲーム、ないよ。ゲームシステムを、また新しく考えるとしたら、すごく時間がいりそうだけどね。うん。さ、サトスさんでーす。なんそれ <laughs> <laughs>、はい。いいらっしゃい。 えー、やったばかりですが少し落ちますね。はい。ゆっくり寝てや。えー、SPM500 のフルパーのにボコられました。泣き。ガチオツえー、ラスアスのストーリーはやばいですよね。ね。なかなかいいですよね。本当に。ラスアスは BO2 と違って難しそう。いや、<laughs> まあ確かにゲーム性っていうのが全く違うから。最初は突起。 とっつきにくいかもしれない,ないですね。FPS みたいにさ、バン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 前に出よったら、速攻殺されますからね。あサあのストーリー、途中でざつ挫折した。もう一回頑張ります。<coughs> 申し訳ない。やばい、咳が出る。<coughs> それはね。 頑張ってもう一回やった方がいいよ。<coughs> <coughs> <coughs> 何々さんのラスサス見ました見ましたよ、うん。全部ではないけどね。てかね、チーモさんの、<coughs> いつまでそのネタ、そのネタ、続けるんや。実、う、況、ん、見てゲームが一層好きになった。ありがとう、うん。サバイバルがきつい。サバイバル聞き耳とか立てれんからね。 あの花今日見てきましたよ。もう、号泣しちゃいました。そんなに <coughs> やばい。ちょっと席出るわ。<coughs> <coughs> 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 今日のラッサス、ミキティからの始まり方、ご飯食べてて吹きました <laughs>。いや、予想外やったやろ。寝ます、ガチオツ、ガチオツ。こんな夜中でも50人いる。 全然静かなキャスになりそうにないですね。いやいやいや、静かだよ。静か、静か、静かちゃんだわ。うん。2年後のラッサスとか、出てきそうな。あー、ねえ。もう、なんやろうな。えー、でもね、なんかジョエルが主人公や。うーん、っていうか、あの続きを出してほしいんだけど。うん。今回のストーリーのつ続きがとりあえず知りたい。 過去っていうよりも続きが知りたいね。うん。こんばんは何キャスですか雑談キャスです。ガチイモさん体調大丈夫ですか多分大丈夫なんですけど。あのね、やっぱ一人暮らしの人わかると思うけど、なんか栄養がね、偏りがちになるんですよね、どうしても。うん。やから、やからちょっとね、体調すぐ悪くなりやすいですかね。何飲んでるんですか なんか、大動画出してるエナジージムとかいう、あのね、瓶のやつ。<laughs> 瓶のやつって言ったらわかる。咳,咳大丈夫ですかうん、多分大丈夫です。うん、大丈夫です。なんかね、喉になんかイガイガがあるんですよね。<coughs> <coughs> だから、それが原因じゃないでしょうか。 ラスアスマルチハマりました。立ち回り難しくてドキドキするけど。いや、ほんとそうよね。面白いよね。うん。僕夏、明日、とかにあげれますかね。いやー、頑張りましょう。うん。今からちょっと起きて、録画していこうと思うので。<laughs> まあ、明日あげれるかはわからないですけど、まあ、明後日あさってには、えー、あげたいと思います。 今、友人が家に泊まっているんですが、えー、このラジオを流したままトイレ行って、帰ってきたら、帰ってきたら、来たら、帰ってきたら、隣で寝てる友人に勝手に消されてました。イヤホンで <laughs> はい、は <laughs> <laughs> い、う子。おーい消すんじゃないようん、うん、終わり方あれだったからね。まあ、終わり方はあれ、賛否両論あ,あるよね。うん、でも、僕は良かったけど。うん <laughs> かんなもんスタイルって <laughs>。初生ライブ、めきてーって。<laughs> ガチマタさんいらっしゃい <laughs>。結局晩ご飯は寿司だったんですかいや。普通に弁当でしたね。明日はちょっと寿司食べたいかな。お寿司買ってこようかな。でもお寿司ってあんまりお腹に、お腹太らないですよね。皆さんどんぐらい食べれる まあ、十、十六巻ぐらいあったらちょうどいいぐらいかな。お腹太るぐらいかな。久しぶりに BO をやってる。あー懐かしいな。でもあれもプレステージ回しちゃって、またいろいろさ、プロ化するのがめんどくさくなって、もう売ったよね。ははは。カップラーメン派ですか焼きそば派ですかえ、どういうことどういうことカップラーメン派、 ですか焼きそば派ですかってなんか比べるものが違うような気がするんやけど <laughs> 何それえ <laughs> 今日は朝からずっと BO2 やってました皆さんいい週末を過ごさないと、うん、ゲームばっかやってもっと遊びに行こうぜあさって貞子 3D2 見に行きますえそんなんあるのえちょっと見に行きたいんやけど あのー、僕もホラー嫌いやけど、ホラー嫌いっていう、そういうなんかね、女性とね、そういうホラー映画を見たいね。うん。ゲス芋が出るよね。だからそのビビっとる姿を見て、ゲスもみたいな、ゲス笑いみたいな、したいですね。10皿くらいです。っていうことは20巻くらいか。<laughs> 一人暮らし大変ですよね。野菜ジュースとか豆乳とか飲んで健康的に。いや、ほんとそう。だから最近ね、結構健康のことに気を使い出したというか、あ、このままじゃもう死ぬなって思って。<laughs> ベントゥーベントゥガチイモさんのおいおいおいっていうのにハマってます。そんなにお父さんの呼び方、未だに悩んでるんですけど、なんて呼べばいいですかちなみに21です。え、自分の父親ですか 僕は父さんとか父さん父さん父さ、うん、これでいいと思いますよ、うん。あの、あのね、友達とかに言うときは、父さんとか親父とか、まあいろんな呼び方ありますけど、まあ、父さんを呼ぶときは、父さんとかな何でもいいんじゃない,ないんですかね、自分が呼びやすいので。うん <laughs> もう今日台風来ますよ。あ、やばい。やばいね。彼女作らない。いや、ほんとやね。もう、運命の出会い、はよ。ですよ。受験生なのにゲームばっかやって、高校危ういです。いやー、それ頑張った方がいいね。あの、学校で結構ね、うん、人生決まると言っても過言ではないかな。え <laughs>、台風来るんで、ゲーム日和です。あははは。下水も、 ゲスいな、そう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 。ゴースト吹き返し、吹き返し吹き替えのこと出ないらしいけど、買いますか全然買うね。<laughs> ガチさんさ、ガチさん、貞子 3D の実況。いやいやいや。<laughs> もうずっとわーとかしか言ってないよね、多分。ホラー映画って嫌いだけどなんか見ちゃうんですよね。それわかる。だからその中毒性やろうね。一人でいることの、 ことが多いのですが、学校とかいるとき、どんなことしてますかいや、まあ、昔、学校とかいるとき、高校のときとかは、んか考え事しとったな。いや、誰かと話すときは普通に、ねえ、んくだらんことし話しながら楽しんどっ,どったけど、一人でおるときは、ああ、早く帰りてーとか思いながら、ははっ。 <laughs> どうやったら早う時間早く経つかなーみたいな。もう常に考えとったね。あと、人間観察しとった。あの、後ろの方の席の時は、あの、全体を見渡して、今こいつ何考えとんやろみたいな。あこいつなんか今しおるなーとかね。か勉強せずにこいつなんか本読んどるで、とか思いながらね。結構下水想像をしてましたね。うん。 僕は超ビビリだけど、ホラー、ホラー系大好きです。ああ、そういう人もいるよね。こんばんは。マシュキュンさんいらっしゃい。ありがとうございます。サバゲーとかやらないんですか全くやったことないですね。<laughs> 高校なんてクソくらいや。<laughs> どんだけだよ。結構面白かったけどね、今思うと。 その当時は高校あんま好きじゃなかったけど、今思うとやっぱ青春しとったわ、みたいなね。字幕版の方がかっこいいよ。吹き替えださい。いやー、どうやろうね。吹き替えは吹き替えでいい味を出しとる場合もあるよね。うん。ガチ発。うん。きなこさんいらっしゃい。うん。りゅうたさんかな。あっという間に20分過ぎとる。やーん今の10点やな。うん。 こんばんは、アラッチさんいなして。ワ、うん、ーオが好き。<laughs> うん、ありがとう。クラッカーをポーンさすがゲスイモや。えー、この時間帯暇なんでキャスしてくれてありがたいです。い <laughs> やいや。皆さん寝ましょうよ。むしろなんでこの時間に起きてんのっていう話やからね。うん。ンプーにしてもえらい時間にキャス始めましたね。そうそうそう。そうやからもうさっき起きたんですよ。え、いつぐらい寝たっけなほんと10時ぐらいには寝たんじゃないかな。 でそしたら2時過ぎに起きて <coughs>、なんかこの時間に起きたらもう起きとくか、みたいなね。俺も人間観察してます。いろんな人の癖とかが、えー、分かって面白いですよね。そう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 。だからね、そういう人間観察がね、あのー、ゲームとかにも出るかもしれん。あのー、この人はどういう立ち回りをするんや、みたいなのが、なんかすぐ分かるようになるっていうか。<coughs> だから結構人間観察はおすすめですよ。 うん。2点 <laughs> って,て、おいおーおい、うん、高校を辞めた、えー、今年の夏。え、そうなの <coughs> 高校を辞めたらいろいろ大変だと思うけどね。<coughs> うん。結構大変だと思うように。大剣でも取らないと。<coughs> ちょっとガチな話。<laughs> 高校戻りたい大学生とかおっさんいや、全然やろ。あのね、僕らの年代でおっさんとか言ったらもう、初先輩方に張り出されるで、本当に。グレネードだ何やったっけあの、BO2 のさ、吹き替え版で、あれ、グレネードのこと、何て言うんやったっけ粘着玉だみたいな感じだったっけ なんかそういう風に言うよね <laughs>。あれはないと思ったけど、さすがにね <laughs>。うん。ダントーの時の声めっさおもない <laughs>。いやいや、ガチさん、また生活リズム狂ってきて、来てるんちゃいますいや、全然。いや、今日だけやから <laughs>。そのうちまた昼夜逆転しちゃう可能性 <laughs>。いや、ないね、多分。うん、初見です。いらっしゃい。<laughs> えー、それでは前のキャスで眠いって言ってましたね。そう。めちゃめちゃ眠かった。うん。 コンビニ、コンビニ投入置いてあって手に取って戻しました。なんでやねん。頑張って飲んでみなさい。うん。飲んでみた先に素晴らしい未来が見える。うん。えー、寝れないんです。寝てください。パーンパーン。えー、10時に寝て、日過ぎに起きる。年寄りか。ほんとそうやね。うん。おはようございます。おはようございます。<laughs> いつも動画拝見してます。初見です。はいらっしゃい。<laughs> ハイスピさんね、聞きさいらっしゃい。<laughs> この時間帯でも元気ビンビンですね。いや、ほんとよね。授業中は可愛い子の方ばっかり見て、目が合ったらニコニコしてたな。それ、ただの変態やん。<laughs> ガチさんで仕事してるんですかいや、僕は大学生ですよ、一応。<laughs> 大学生。 アンドゲーマーみたいなね。ペシペシされるでほんとね。部活とゲームの両立難しい <laughs>。両立するもんがなんか違うけどね。部活と勉強みたいなやったらわかるけど、部活とゲームかいって。ガチーモさんとラサーしたいです。ぜひぜひいつか戦場でお会いしましょうよ。うん。こんばんは、この時間にやるとは。いやほんとそうやな。粘着玉、行くぞーそんな、そんな感じか。ランケーブル買ってきたから放送機器だけ。 できる <laughs> こんばんは、えー、現在台風の状況です。情報です。第18号は15日。0時には日本の南にあって、北北西へ。おいおいおい、どこのニュースや、おい。うん、今の名言っぽいの3点。<laughs> いや、3点満点っていうことやろありがとう。このテンション好きやはさすがガチイモハン。ガチイモハン。 おいもはーなんちゃら、おいもはーあれ、西郷さん思い出した、今。うん、ジャイアンの声まで、3、2、1、おいなるたあれあれあれ,あれえー、粘着玉いくつをですね、VC で聞こえてくると笑っちゃいます <laughs> 軽いはがき職人してます。なんでなんか、 なんで、なんか面白いネタください。いやー、ないですよ。ないなーいうん。<laughs> ラスアスと BO2 の両立難しい。いやー、それあるあるよね。うん。エイムがね、ガタガタになるよね、本当に。あれから色々考えて自分なりの答えを見つけることができました。感謝感謝です。ガチオツ。大学生になったらゲームにふけてやる。いや、それやめた方がいいよ。うん。なんかね、みんなと、 楽しんだ方がいいかな青春っていうかさ、時間を共有した方がいいかもね。ゲームしすぎて彼女に振られたんですけど、ガチさん責任取ってください。いや、それはさ、ははははははは、うん、笑ってあげましょう。うん、<laughs> やっぱりね、相手のことをしっかり見てあげないとね。うん、ガチモさんが本格的に FPS やり、 やり込み始めたのはいつからですか ?6 年前ぐらいですかね。はい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 おいえー、ラスアスしまくると BO2 の感度の良、えー、さにビビります。確かにね。そんな長いの読ましたらガチさん噛むからやめてあげて。<laughs> <laughs> せやかてくどえー、ジャイアン。こうだこうだおいこうだうん。1点ですね。<laughs> なになになに審査員おるよ。審査員、ダンカンさんになってます <laughs>。おはようございます。元気ですね。はい、いらっしゃい。アイスさんか。<coughs> コントローラーのえ振動を切ったらクソ M になるあるある。なんか違和感があるんやろうね。ガチイモさんはどこの出身ですかできればそこの方言いてください。僕は愛媛ですね。何々なに野犬とか。野犬言っとるやんやみたいな感じですようん。ということで、一回ここら辺でね、ラジオを。 終わりたいと思います。ガチオツまあ続きますけどね。うん、ガチオツ。